長野インターネット放送局。ああ、ごめんなさい。前やね。ああ、そうですね。ありがとうございます。じゃあ一言、今日の感想は。いや、なかなか石垣島が分かって、石垣島の様子がよく分かって、よかったんじゃないですかね。なるほど。あと、まあ、若い人たちが、割と主体的にやっぱりこう考えて、自分の言葉で語っていたというのは羨ましかったですね。そうですね。うん、羨ましかったですね。まあ、SNS には流さないでくれなんていうコメントがありましたけど、まあ、ね、インタビュー答えられたっていうのはそれで、ね、すごいと思いますね。今、どこに、っていうか沖縄には何が起きてるんでしょう。どうなんだろう。僕も実際現地の空気分かんないから何とも言えないけれども、今までは沖縄ってアメリカの問題だったでしょ。アメリカ軍の基地があることで沖縄の人たちの、まあ、権利が侵害されてるっていう話でしたよね。ところが今回はそのアメリカ軍の話というよりは日本のその実力組織が配備されることによってそのアメリカ軍の兵士が犯す犯罪といったものとは全くレベルの違う大きな最悪がもたらせるんじゃないかと、そういう危機感みんな持ってるんじゃないですかね。だ全然違うわけですよ。ミサイル飛んでくるんだもん、ねえ、まあ、一番危ないところですよ。一番危ないところです。あそこだもうすぐ近くだもんね。そうですね、うん、それはもう台湾有事で自衛隊がそんな頭突っ込んだらそれはもう本当ひどいことになりますよね。僕なんかだからもう逆にね、その僕の持論なんだけど、別にアメリカはその自衛隊が参戦するという前提で考えてるんですよ。だからはっきり日本はもういかなることがあっても台湾有事には関与しないんだということをはっきり言えばね、逆に台湾有事起こらないんですよ。僕はそう思いますよ。まあ、でも言えない状況は、そうなんですよ、そうなんです、あるという、そうなんです、どうでしょうかね。あのね、戦争っていうのはね自然現象じゃないんですよ、はいはいはい、誰かが起こすんですよね。一般的には国と国の争いっていうんだけど、国なんては抽象的な存在なんだから必ずその国のやっぱりこう指導的な人たちがいるわけですよ。彼が戦争をやるんですよね。それどう止めるかって話だったら止めれるんですよ。日本は民主国家なんだからね、独裁国じゃないんだから。最後に台湾有事はどうなんでしょうか、あるんでしょうか。あ、分かりませんね。そう、まあ、危ない状態ではある、まあ、今のところ正しいねということはないと思いますけど、よかった。緊張高まってくるとねどうなるか分かりませんもんね。で現場が暴走始めたらもう後ですからね。最後にお名前、はい、あ、私又坂と言います。又坂さん、はい、はい、先生をされてたとかっていうのをお聞きしたんですけども、はい、俺信頼の法科大学院でずっと法律を教えてましたから。何を専攻だったんでしょうか。行政法っていう分野、まあ、憲法の兄弟みたいな分野ですね。なるほど、はい、先生の夢は何でしょうか。もうこの年だから夢ないよ何かこう最後成し遂げるようなことって何かあるんでしょうか。そうね、やっぱりなんとか政権交代みたいねぜひ夢に向かって頑張っていただいてはい、ます。はい、今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。あ、皆さんも暑い中ご苦労様でございます。またさんでございます。私は法律の専門家でして他大学院でずっと行政法を教えておりまして、行政法ですが、私実は今日問題になった住民訴訟、あれ専門なんですよ。本当はここ話したかったんですけどね、だからこれ話すとね2時間くらいかかるんですよものすごい仕事で喋っても2時間くらいかかっちゃうんで、実は今日はやりません。もっと専門的な話になっちゃうんで、多分ゆっくり噛み砕いて話すと5時間くらいかかっちゃうのでまだ機会作ってください。本当はここの話したいとか、ね、まあ結論だけ言うと要するに広告訴訟、行政訴訟 の広告訴訟って言ってたの、処分の義務付け訴訟に関しては、あれは僕が今やってる裁判と全く同じなんですけど、30年くらい前の行政法の学説をもとにした判決です。今
今時あの判決は通用しない学会だもん、全然相手にされてないようなあのロジックに基づく判決だと思います。であのすぐは我々が今やってる判決と非常にあの裁判と非常によく似てますので、まあ、この頃裁判が全部はですね、あの実体的な判断入らないんですよ。で全部もんじゃ払いにしたんですよね。で今私やってる裁判ですから、あの安保法制法は憲法に違反するということを確定するということをやってるんですけど、それはあの平和的生存権が侵害されてるっていうことをやってるんですが、全然判断しないんですよ。もう全部門前払い。でそれであの今度は最高裁で今度やりますけども、おそらく結論多分、まあ、僕がこの手なんだけども 99.999% 多分ダメだろうというふうに思ってます。あとあのでこの訴訟で言えば、むしろあの当事者訴訟の方がちょっと見込みあるかもしれないですね。でそっちの方が見込み、ひょっとしたらあの上の方にあの行くと、まあ、まあ期待しなくて、今あの裁判所っていうのはその平目の巣窟になってるんですよ。もうどうもしょうがないんですよ。本当にどうしようもない、はい、ですからあまり裁判所に期待しない方がいいだろうという。それではもう何も話すか20分で話せっていう無茶ぶりですよね。何で喋ればいいのかな。あのそれではとりあえずですから、あの、まあ、今日はですから、あの、まあ、あの3年話くらいで、まあ、今いる現場のお話、聞いてですね、実はあの我々裁判でも主張したんですけど、で我々は今その戦前だって主張してるんですよ。もう戦後ではない、戦前だというふうな主張していて、つまり戦争の危険が始まっていて、まさに平和的生存権の権利がもう現に侵害されてるんだっていうふうな主張してるんですよね。でそれに対して裁判所は、いやそんなことないと、人格権と平和的生存権はまだまだ侵害されてる なんていう状態ではないということを言ったんですよね。でそういう裁判官過去のビデオを見せてやりたいですね。まさにその僕はあの安保法制法って憲法違反が明らかな法律だと思ってるんですけれども、それが正当化されたんです。いえば制度化された違憲状態が2014年以降ずっと続いてるんですよ。それがまさに今まさに、台湾有事っていうかウクライナ戦争をきっかけとした、軍拡路線によってですね、実際の戦争の危機に転嫁しつつあるっていうのはこの認識です。まあ、すでにあのエマニュエル・トットがね、フランスの思想家ですけど、フランスの人類学者ですけど、彼がもう第三次世界大戦始まってるって言ってるんですよね。でこれはおそらくアメリカの敗北に終わるだろうって言ってるんですよ。そういうふうな時代に今来てるんだということを前提とした上で、こういうふうなことが一体いつから始まったのかと、で今お配りしてるから一枚紙あるんですけど、あの参考資料の名前書いてある参考資料、一番上に2021年に安倍さんが台湾の民間団体主催のオンラインセミナーで喋ったことを抜粋書いてあります。河川部引いたところで見ていただけるとよろしいです。で台湾へ武力、台湾これ円も抜けてる、台湾への武力侵攻は地理的空間的に関わらず日本の国土に対する重大な危険を引き起こさずにはいません。台湾有事、それは日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもありますと。したところに対して、日本はアメリカと協力してことに当たらなければいけないんだということを言ったんですね。で実はあの去年の1月にですね、去年の23年の1月に、いわゆる2プラス2という会議があったと。特にアメリカの、国務長官とそれから国防長官ですよね、日本でいうと。で日本側から防衛省と外務省の大臣が出てですね、協議をやったんですよね。それがですね、あの2022年1月にそのいわゆる2プラス2の会議があって、共同声明が発表されまして、そこで何ていう、そこで何言われているかというと、台湾有事に関してですね、
現在の中国による、台湾に関する問題というのは、非常に重要な懸念事項だと、こう言ってですね、地域における安定を損なう行動を抑止し、必要であれば共同で対処すると言ってる。つまり台湾有事が勃発した場合には日本とアメリカは共同で対処するって言ってるんですよ。この国会も何もどこにも諮らないで勝手に大臣同士の話を決めちゃってるわけですよね。でなぜこういうことが行われたのかっていうところはやっぱり遡ると2014年の閣議決定なんです。でこの閣議これ書いてあるんですね、2枚書いてますけど閣議決定で、ここで何が決まったのかというと、これは集団的自衛権の行使は憲法上許されるというふうに解釈を変えたんですよ。今まで、ずっと長い間日本の政府は、自衛隊というのはこれ憲法に違反しない。なぜ違反しないのかというと、これは日本が直接武力侵攻を受けて侵略を受けた場合にこれを排除するための組織なんだと。つまりそれはいわば強盗が自分の家に入ってきたときにその強盗を自力で排除する同じような行為なんだから、これは憲法上許されている行為なんだということで、そのための組織だから自衛隊は憲法に違反しないんだという解釈をずっとしてきたわけですよね。それで、これは国際法上は自衛権というんですけど、国際法上の自衛権というのは今述べたような自衛権、つまり自分の国が侵略された場合にその侵略してきた国に対して武力を行使して反撃する、これ個別的自衛権と言います。個別的自衛権、言葉だと多分言葉は皆さん聞いたことあると思うんですけども、これ個別的自衛権、これの行使は憲法上は許される。で個別的自衛権を発動してそれで実力を用いて敵をやっつけてもこれは憲法に違反しないというのは政府の公式見解なんです。でそれはまあ今では学説も大体それに従ってるんじゃないですか。昔はかつての学説はもうすでに原理的な解釈をしていて、いやその場合もダメなんだというのが昔の学説だったんですよね。仮に外国から武器を持って攻めてこられてもそれに対して武力で反撃することも憲法は禁止してるんだというのがかつての学説だったんですけども、最近はそういう学説は今あまり主張する人なくなって、まあみんなしぶしながら、それはいいでしょう。しかし、この2014年のこの閣議決定では、何が決まったのかというと、日本に対する攻撃ではなくて、外国に対する攻撃です。日本と非常に仲のいい国が、よその国から攻撃された場合に、それに対して日本がその国を救うために武力を使ってもこれは憲法に違反しないんだという解釈を変えちゃったわけですよ。つまりよその国を守るためにこれは日本が武力を行使する、つまりこれ自衛ではなくて対衛なんです。それを国際法上は集団的自衛権とこういうふうに言うんですよ。でみんな自衛権って言うとなんか誤解しちゃうんですよね。自衛というのは自分の国を守るという誤解しちゃうんですけれども、集団的自衛権はそうではなくて他国に対する攻撃を自国に対する攻撃とみなしてそれで共同で対処しましょうというのはこれは集団的自衛権で、これは従来の政府の解釈では憲法上許されないというふうに考えていたわけです。なぜかというとそもそも侵略されたかどうかというのは判断難しいでしょ。今ウクライナだとそうでしょ。あれだってロシアは自分の国が侵略されたって言ってるんですよ、ね、勝手なんか4つくらいの州を勝手にこう独立国だとしてね、これはナチスがネオナチが侵略してるんだって言って自衛権の発動として集団的自衛権の発動としてウクライナに攻め込んだわけですよ。ですからそもそも自衛権の発動か自衛権の行使かどうかということはなかなか一心的には決まらない。維新的に決まらないものに対して武力を使うということはこれは憲法第1条が禁止する国際紛争を解決するために武力を使うということになるので、これはどうひっくり返ってもどう理
毎日にならないんですよ、ね、で実はそれ単なる行政機関なる内閣法制局が事実上は実はその憲法の番人みたいな役割してきたんですよね。でも何かしてる人間いますけど、みんな立派な方ばっかりですよ、やってきたのは。ところが首すげ替えたんですよ。皆さんご存知ですよね。安倍さんがその内閣法制局の長官の首をすげ替えて、で外務省の法律憲法のことが何にも知らない人を突然法制局の長官にしちゃったんですよ。それでこの解釈を、強行したという、全てがここから始まってる。で我々はこれがおかしいというふうに裁判やってるわけですけれども、まあ、それでこの、2010の解釈会、これは我々はもう解釈会見だというふうに思ってます。あの東京大学の石川さんなんかは、これは法的なクーデターだと言ってますけどね。ですから我々の認識としてはもう2014年の解釈会見によってクーデターが起こって、それ以降制度化されて違憲状態がずっと続いている。それでその後今度は安保三文書が去年策定されましたけど、これ安保三文書というのは今さっき述べた2プラス2の合意事項を成文化したものなんですよ。でこれによって単なるその違憲状態が制度化されたということだけではなくて、それは実際の戦争の危険に撤下したんだというのが私の認識です。それは雲のあの石垣島のあの風景が象徴してるんだというふうに私は本当にそういうふうに思いました。まあそれ最初に申し述べたいというふうに思っております。それ でもう少しまた法律はですので、その法的な仕組みの話をそれで言いますと、まあ、裏の方を見ていただきますと、その集団的自衛権の行使は具体的にはどういうふうになっているのかと、法律上はですね、存立危機事態という新しい概念が導入されたんです。ね、でこれで存立危機事態とか自衛隊法の76条1項に書いてありますけれども、これ書いてる通り、であのこのね、2つ書いてありまして、このこれ76条の第1項の第1号、1号に、我が国に対する外部からの武力行使、これは個別的自衛権の行使としての武力行使になります。でこれ第2項が、これがいわゆる存立危機事態のキー概念になります。我が国と密接な関係になる他国に対する武力攻撃、これこういうことですよね。これがあった場合には、これはあの前ごちゃごちゃね、ごちゃごちゃこういうのは余計ついてますよ。我が国の存立の脅かされるとかね、国民の生命、人口、普通の権利が根底から覆されるとかね、迷惑な危険があるとか、ごちゃ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 こういうのは余計書いてありますけれども、これみんな我々の用語では、あの抽象的、対立的概念って言ってですね、これはいかにもでも解釈できる概念なんです。いかにもでも解釈できる。で実際あのこの難しい国に嫌いを制された場合とか、日本の原油が、日本の原油仕入れが脅かされて日本に対する原油の供給が止められた場合もこれに該当するなんていうことは国会で議論されていたわけですよね。ですからどうでも解釈できる概念になりますので、まあこのぐちぐちした要件は全部公明党の要求で入れたんですよ。あれ平和の党ですからね、公明党。平和の党ですから、はい、それでシャーリー入れたわけですけども、これは何の役も立たない、歯止めにならないあの要件だというふうに思います。でこれは存立危機事態、それでこの事態認定がされた場合には、これはあの、総理大臣は、自衛隊に防衛出動を命令することができる。で防衛出動というのは、これは武力の行使ができるんです。要するに憲法第、あの9条第2項の武力行使の禁止の条項が解除されるんです。解除されちゃう。ですから必要相当な範囲では武器を使えるということになります。それがこの損失危機した最も大きな問題点で、これはもう要するに専守防衛の基本的な政策を根本的に転換するものであるというふうに私は思います。しかも専守防衛政策を変えるというだけではなく、明確に違憲憲法に反する決定が行われた、ね、それから5番目にあの重要影響事態って書いてありますけど、
これは別にあの昔の周辺自体でありまして、これは別に存立危機自体には該当しないけれども、存立危機自体に至る恐れがある事態にあった場合には、これは武力の行使に至らない支援活動を行うことができるという、こういう概念です。これは要するにその例えば台湾有事が起こった場合ですね、台湾有事が起こった場合に、台湾にそれがその重要影響事態に該当すると考えた場合には、特に認定された場合には、武力の行使に至らない支援活動、後方支援活動というふうに言いますけれども、それを自衛隊が行うことができる、そういう規定ですよね。多分おそらくこの重要影響事態で最も頭に入れたのは、頭に置かれていたのは、台湾有事と、それから朝鮮半島有事ですよね。この2つが想定されていたというふうに思います。この2つですね。で、5番目の重要影響事態というのは、直ちに憲法に違反するというふうには、ちょっと、法律家として言いづらいところがあるんですけれども、運用の仕方によっては違憲な活動に直結する恐れのある非常に危険な条項だと思います。といいますのは、この、後方支援活動として行われるのはですね、武力行使そのものではないんですけれども、これ書いてありますけどね、支援活動の内容と書いてありますけれども、補給、輸送、修理、整備、医療、通信、バーッと書いてありますよね。ですからこれはおよそ直接鉄砲、大砲を撃つということ以外のほとんど全ての行為が入ってるわけですよ。でこれ要するに昔の言葉で言うと兵站、ロジスティックスですよね。要するに戦闘を行う、実際に武力行動を行う際に不可欠の行為ですので、軍事常識では武力の行使と一体化された活動というふうに見なされています。ところが政府の解釈は、こういう活動は現に戦闘が行われている地域でないところで行われている場合には、これは武力の行使と一体化したものではないんだという非常に強引な、僕ですと黄色の黒なんですけども、それでこれは武力の行使に該当しないから憲法に違反しないんだというふうなことで、これを押し切ったわけですよね。で、実はこれイラク特措法の時にものすごく問題になりまして、時間内でおかしくはなりませんけれども、こういった支援活動が憲法に違反する場合があり得るということは、実は名古屋高裁の判決で実は言われているところでありまして、常識に考えて、例えば戦車とか燃料なければ動かないわけです。弾なければただの鉄の塊でしょ。だからその後方支援活動が武力の行使に該当しないなんて嘘なんですよ、ね、嘘なんです。ありえない。で、敵から見たら当然そこを狙うわけですよ。で、それはだってそれは戦国時代からそうでしょ、ね、戦国時代からまず兵隊を狙うってのは戦法の常識なので、実は例えば台湾有事とか北朝鮮有事なんかで自衛隊がどこどこ、これこうやってあっという間にミサイル飛んでくるわけですよね。ですから武力行使なんてただの不意気だというふうに私は思います。で、今まではね、そういうのがね、なんていうかある種のこう頭の体操みたいな話みたいなことあったんですけど、今本当に私は危機感を持ってるのは現実があるんじゃないか、さっきのビデオを見た通りですよ、現実なんじゃないかな。実際南西諸島にパクスリクラだったらね、短距離ミサイルですけども、まだそんなに、なんていうか、控えめなだけど、トマホークをね、配備する、ひどいことになりますよ。で、トマホークって長いやつ、2000キロくらいの射程あるんですよね。だって射程が2000キロくらいになりますので、ピリッパーで通るわけですよ。で、そんなものが、南西にバーッと配備されたのに、一気に緊張高まることは、火を見るに飽きない。もう当たり前の話です。それはもう中国にしてみれば、もうそれはもうあれでしょ、戦争ぐらいの戦じゃないわけでしょ。ですから、そういうことがおそらく石垣島が象徴的に示しているのではないのかなというふうに思っています。まだ今のところはパクスリーですけども、トマホークも発注してますからね、
もうすでに発注終わってるので、トマホークの機材、多分まあ買い入りするかどうかとか分かりません。とりあえずセコンバカじゃないんでね、バカじゃないので、トマホーク配備したの当然一分金の高まってる分かってますので、おたくもトマホーク配備はしないと思いますけれども、そんな簡単にならないと思いますけど、それは状況によってどうなるか分からない。今国会全然歯止めになってませんので、どこチェックかけられないんですよ。で裁判所も僕やってみてよく分かりましたけど、本当に大変ならないです。クソレコーダーだから、まあ、そういう意味で言うとやっぱり政権交代しかないんですけど、いやー、まあ、本当にしゃあないんだけど、まあ、ここで相当ダメージもしゃあないですよね。ですから、まあ、裁判所も野党も、役に立たない、国会に立たない、どうすればよろしいんでしょうかと。もうあと時間ありませんね。それでね、僕一番言いたいのはね、あの石垣島に配備されてるのは、あれは日本を守るためのものじゃないんですよ。全然違うんです。アメリカの用語なんですよね。それでアメリカがね、僕、これはちょっと皆さんの意見どんなかわからないんですけど、僕、アメリカが仮に台湾有事が起こったと仮定しますよ。僕、まず起こんないと思うんですよ、台湾有事ってね。何でもいいともないので。おそらくあの台湾有事ってのは、その現実的に起こり得ないと思うんですけれども、万が一、その台湾と中国の間で武力紛争が起こったとしてですよ、その場合にアメリカの核の抑止力ってのは全く機能しないんです。だからウクライナを見れば明らかです、ね、もちろんウクライナはアメリカの同盟国じゃありませんよね。台湾もアメリカの同盟国じゃないんですよ。で台湾関係法と法律できて、アメリカは台湾を支援できるというふうになりましたけれども、集団的自衛権の行使を認める法律じゃなくて、集団的自衛権の行使を義務付けるものじゃないんですよ。行使と見というふうに書いてありますけれども、そういう意味でウクライナと台湾の間の法的状況は同じなんですよね。アメリカだってあれでしょ、ウクライナに参戦しないでしょ。あんまりロシアに広めにあってるのに、軍隊と一緒に送るだけじゃないですか。あらがなんですが、アメリカが直接介入したら核飛んでくるからですよ。だから絶対ウクライナにはアメリカは直接介入しないんです。同じように台湾有事の場合もアメリカは介入しません。多分介入したとしても、あの限られた領域だけです。本当は台湾海峡の限られた領域でしかおそらく介入しないだろうと思いますよね。であのアメリカのシンクタンクがシミュレーションしましたよね。それでシミュレーション、台湾有事のシミュレーションをやって、5つのケースでシミュレーションをやってみて、で結論的にはアメリカはなんとか押し返すことはできるけど、大変な被害を受けるだろうみたいな結果が出てるんですけど、あれも要するにいわゆる基地攻撃が想定してないんですよね。ですからそのアメリカは、ですから仮に台湾有事があったとしても、絶対中国、メインランドチャイナ、中国大陸に対して僕は攻撃しないと思います。今ウクライナと同じです。もしも中国大陸を攻撃したら、それは核報復受ける可能性あるからですよ。で今メガトン級の核爆弾ボーンって撃ち込まれたら何千万人も死ぬわけでしょ。そんなリスクをアメリカは犯すはずないんですよ、あのバイデンが。ですから、ただアメリカの抑止力は幻想なんですよ。それ何ですか、日本のこの反撃能力とか。バカじゃないかしらと思いますね。で、ICBM を持ってるんですよ、ね。抑止力なんかならないじゃないですか。もともとあの反撃能力は三段防衛能力で、敵の射程が、敵の持ってる武器の射程外から、から攻撃する。これ三段防衛能力って言うんですけど、だからそれを反撃能力を称してるんですけども、これは ICBM には通用しないんですよ、こんなものは。ですから反撃能力を持つなんていうのは全く抑止にもならないし排除にもならないんです。だからおそらくこの反撃能力を持つということは、多分おそらく別のなんか
理由じゃないかなという推測が成り立つわけですよね。でもしも仮にそのアメリカが多少その台湾有事に真面目に取り組むことがあったとしても、やらせるのは自衛隊にやらせるということでしょ。仮に台湾、もしも同じ台湾有事があったとしても、その中国本土にぶち込むのは日本にやらせるって話でしょ。で、日本は核持ってませんので、中国は何年にもなく核で反撃できるわけですよね。ひどくなるんじゃないかなというふうに思います。そういうと、まあ、その法律の問題、憲法に反するかどうかということを超えて、この実際と現実にもう今のままでいくと本当にひどくなると僕は思いますよ。別に記者はわけじゃありませんけどね、記者はわけじゃありませんが、ですからその石垣島に対するその自衛隊の配備に反対することはもちろん重要ですが、まず第一にやらなきゃダメだと思いますけれども、もう少しやっぱりもうそのもう根源に遡って言うと、やっぱりアメリカ にこう全部追随する、アメリカの利益のために自衛隊を使うというこの歪んだ西米関係、これをやはり変えて、もう少し日本が自立した外交安全保障政策を取らなければ、この危機はずっと続くんじゃないかなというふうに思います。でそのためにはやっぱり、まあ、この年しかありませんけども、だらしない野党ですけれども、少しでも自民党の票を減らすと、まあ、秋に選挙ありますから、それをやらざるを得ないのはないのかなと、まあ、プロパガンダになっちゃったな。いや市民でもやってますので。ということで、もう時間過ぎました。すいません、どうもありがとうございます。それではただいまよりですね、皆さんのご質問もあるかと思います。先生はそちらにお座りして、湯本さんも一緒に前に、はい、一緒に、はい、一緒に、はい、おかげで待ってないと思います。自衛隊基地問題ということでちょっと違う状況にもなっているのかなということで、勉強という言い方はよくないかもしれませんけれども、行かなくてはなと思ってたんですけども、ただフラッと言ってもただ観光みたいな形だけに終わってしまうのかもしれないし、辺野古の場合だったらかなりしっかりしたその反対運動の体制があって、そこでいろんなことを教えていただいたりとか、そこに参加したりですいうことができる、できて、まあ、自分としても学べるというようなことは何回かあるんですけれども、また石垣とか南西諸島の方ではそういう形のこう運動というか取り組みがそれほど体系だってできてないのかもしれないなみたいな話を、やるときはやるけれども、いつもそういうのがいつもあって、いつでも受け入れて教えてもらえてというふうな話にはなってないような気がするというふうなことを詳しい人から聞いたんですけども、なんかこう有意義な形で向こうに行くにあたって何かアドバイスいただけたらありがたいなと思います。それはいつも聞かれることなんで、それにすぐに聞かれると私はこう答えてるんですけど、私自身も取材するときにやっぱりいろいろ聞きながら、そういうことについて話聞かせてくださいということで歩いてきたので、やっぱりご自身が行っていろいろ調べて、本で読んで調べて、で例えばインターネットは一番情報入手としていいと思いますので、さっき言いましたように、アイラブ石垣っていうのは市民連絡会のフェイスブックです。で、そこの、メッセンジャーから直接連絡取れますし、それから住民投票を目指す、求める会は、そこの一番下に、電話番号が書いてあります。まあ、なかなかその近所のレタル君に僕直接電話するっていうのは彼忙しいし、少しまあ
状況を見ながら行っていただきたいなという気持ちはあるんですけど、市民連絡会の方が一番いいかなと思って、石垣島の場合は。それからそういうようなグループは与那国にも宮古にもありますので、直接連絡取ることはできると思います。はい、以上です。これ住民投票もどうなのかホームページ持ってきますよね。はい、ホームページとかを見て何かそういう集まりだとか何かの活動があるときにそこにタイミングを合わせていくっていうのが一番いい。行く前にそのやっぱりいろいろ状況を知ってですね、はい、連絡を取るんだらメッセンジャーを取れますから直接連絡してみたらどうかなというふうに思いますね。ありがとうございます。他にどんなはい、私は質問というよりちょっと感想なんかを述べたいと。私石垣島出身でして生 の友達がなどの声もよく聞こえますし、今日出てきました中山市長なんていうのは私の同級生の息子なんですけどそして山田と節子さんですね、あの方は私の母の友達で私は小さい時からよく知ってて、セテネさんセテネさんと言ってたんですけど、あの方はとても素晴らしく、元スチュアーデスやってたから英語はベラベラですね、素晴らしい方で石垣にあるトバラマーでもとてもうまい方で、とても私も個人的にも尊敬して、ああいうおばあの会で活躍されていることにニュースを見てとても感激しています。で今日私のね実はいとこに土建業をやってる者がいるんですけど、結局ね石垣島あたりは友人知人いとこ兄弟でみんなそり合うようなことになったりして、とても悲しい現実いっぱいあるんですよね。私の最近私の同級生から電話で聞いたんで、大阪に住んでる同級生なんですけど、石垣に行った時友達と同じテーブルで飲んでる時ちょっと自衛隊の話をやったらピシャッと切られたというんですよね。そういう話はやめようって。だからこれも一つ の狭い島の中で暮らす一つの知恵かなと思いながらも、とても悲しいなと思っています。で先ほど先生の資料の中に2012年なんかだって船が多くなったっていうあの時のことですが、私もちょっと沖縄のことだけじゃなくてもっと明治時代のことから勉強してほしいっていうあれもあるので、ちょっと自分でも勉強してるんですけど、尖閣列島というのは日本の国のものにはなってるけど沖縄の人の手には一度も落ちてなくて、で最後は埼玉県の栗原という人の手に移って、この人が最終的に20億で売ってるんですよね。で売る前にだって米軍に貸し出して年間何十万もお金を米軍がその人に古賀辰四郎という人がもともと持ってて、でこの人は日本なんていうか明治廃藩置県10年遅れて、その後沖縄に3500人ぐらいの比喩人って言うんですよ。で言ってここ辰次郎っていう人が行って尖閣列島で実は実業家として行ってるんですよ。ここは尖閣列島に100軒ぐらいの家があって、日本人が250人が住んでて、そこでカツオを取ったり昔ボタン作るのに貝を使ったり、でいろんな鳥の糞を作ったり剥製をしたりしてすごいで展開してたんですよね。その時から古賀辰四郎という人は島を日本が国際的に国の宣言した時に売ってくれてたんですけど、30年間日本はその人に無償貸し出しして、その30年後に古賀辰四郎の息子善治という人が日本の国から当時お金で4000万ぐらいで買ってるんですよね。でそれを最終的にその人が亡くなって奥さんの花子という人が埼玉県の栗原という人に20億で売ってるんですけど、それと石原慎太郎の問題と関わるんですけど、この人がすごい借金持ってる時に
まあ、知ったんだ、この筆原という人はいわゆる右翼っていうんですか、フィクサーと言われてる人たちの運転手をしてたということで、やっぱり同じ穴のムジラの中でそういう、私的にはそういう話がついてて、最終的に国がお金買わざるを得なくしたっていうのが実情かなというような形なんか思ってるんですけど、で一番お金、三輪本土の人が取って実は、で形式的に沖縄の石垣島の人たちがもうみんな尖閣列島で悩むというような、これだけ残されたということで、非常にこのことに対しては私は不満を持っています。どういう皆さんどういう話しないんで、ちょっと取り留めない話になりましたけど、そういうことでよろしくお願いします。先ほどの辺野古の話なんかだと、デニー知事とか玉城知事とか結構積極的にというか一生懸命知恵を絞って戦っているというふうに思うんですけれども、こちらの南西諸島の自衛隊基地の問題については沖縄県 の、 スタンスがあんまり見えてこないんですが、その辺はどうなんですか。おっしゃる通り玉城県知事もですね、最初の頃はですね、そんなに石垣とか南西諸島のことを言ってなかったというか、むしろその前を言えば、島々に自衛隊基地を置くことについてもですね、意見とかあまりなかったと思うんですけど、最近になってですね、やっぱりやり方が、国のやり方が前にもひどいので、やっぱり一方的なやり方、特に長射程ミサイルについては問題だということで、はっきりと反対の、配備については反対の方向にも動いてますので、明らかに、立場というか意見の中身を発揮させてきているということも言えると思いますし、それは、デニーさんのこともありますけども、やっぱり現地の取り組みとか、あるいは県にまで、沖縄県にまでやっぱり島の声がやっぱり届いているということの反映だと思うので、これ島の人たちの努力の結果だと思いますし、本土でもやっぱり注目し始めましたんでね、さっきおっしゃったようにどんどん人が行って支援連帯始めてますので、その結果ではあると思うんですけど、特に長射程ミサイルってどうするかというと、今後大きな問題になるんです、必ず。審議会でも安定的検証出しましたし、これは石垣だけの問題じゃないですもんね。だから、これおそらくひょっとしたら住民投票になるかも分かりませんからね、大きな焦点になっていくと思いますし、もう国政に関わってきましたね、これね。具体的な問題ですので、アキレス腱だと思いますね、僕は。はい。どうもありがとうございました。他にどなた、大町の方でいろいろスピンオフを何箇所も公衆上映されている佐藤さんの何かのご意見があるの感想でもいいですか。はい。今ここの会話もそうですけど、沖縄もね、最後に若い方が21歳の方がね、やっぱり話題にできないいろんな思いがあって、政治について語ることはタブーだっていう、それはもうここの国の人たち全員がね、そんな感じなんですね。で、私は三上千恵さんのスピンオフ上映会をお持ちして4回ぐらいやったんですね、少人数で。それは何でかというと、私大町救助の会の事務局の真っ先に座ってるんですけど、いつもやっぱりメンバーが同じで全然展開しないので、若い人にどうやってこう見てもらえるかなっていうことを考えた時に、大町のちっちゃなところで少なくてもいいから最初5人とかね、10人とか
まあ、最終的に50人ぐらい来たのかな、全部で70人ぐらいだったと思う。その後に話し合いをしてやったりした時に、あの若い、あのごめんなさい、話がおかしくてなっちゃった、その時にやっぱり若い人が来てくれた。それは個別に、あの私は今 Facebook とかつながってる若い子たちに直接メッセージをやって、で、あの来てくれなかった子も来てくれた子もいるんですけど、そのやっぱりどうやって関心を持ってもらうかっていうことがね、あのすごく大事だと思ってて、その三上知恵さん の, そのスピンオフの時にもね、若い子がねやっぱり少しずつこれ自分の問題としてね、あの動き出したっていうことを、最近も多分デモが、あったのかな、6月ぐらいね、その時にやっぱり今までのやり方とは違うやり方で始めた、そのマルシェとか、やっぱり子どもたちも家族連れて来れるような環境ということで、あのやって少しずつ若い方たちがね動き出したんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうなんですかね、現実的に。若い子たちだけじゃなくてですね、あのこの上映会、私肌で感じるんですけども、まず三上さんのスピンオフ上映会っても400回超えてると言われてますし、なんかね700ぐらい、700ですか、あの申し込みがあって、それはやっぱりね、そのすごいなっていうふうに思うんですよね、はいはい、ですから全国に今広がってるっていうのは急速ですよね。で、私のこの拙い映画でもですよ、この一月にやっぱり5回とか上映会があの入ってきても、電話が毎日のように入ってきてるので、あの本当感じるんです、あの注目されてるなっていうのが。で、3月以降局面正面が変わってきてるなっていう、つまりこう完全に配備したということですね。で、配備して政府が長射程ミサイルについて今言ってないんですよね、どうするかっていうこと、配備するってことは言ってない。こういうこの局面で何かあのやっぱり意識ある人から始まってですね、気づき始めて、で全体的に自衛隊についてです、あの辺野古については相変わらずですね、やっぱり土砂投入反対というのはこれ大きいですね、あ特に沖縄島出身として。で、自衛隊については最近の世論調査によると、やっぱりだんだんこう国のアピールが功を奏したのか、自衛隊と反対の意見がだんだんなくなってきてるかと思いきや、最近その、ミサイル配備の問題から始まって、パクスリの問題から始まってですね、やっぱおかしいという声が少しずつ広がってきたので、間違いなくあの可能性はあると思いますので、やっぱり動き逃しちゃいけないなと思いますね。あの一つ、その私最近嬉しいことになったのは、あの大町で原子科学美術祭というちっちゃなこうイベントが毎年12、3年続いてるんですけど、それは若いアーティストたちがやってて、そこの子たちに見てもらいたいと思って西村信也記念館というところでやったんですね。で、あのそうしたら何か来て、結構来てくれたんですね。そうしたらその後で、つい何日か前なんですけど、 Zoom でオンラインでね、政治とアートっていうテーマでオンラインで、その別にそのお町のアーティストだけじゃなくて全国的なネットワークで参加したのは11、2人ぐらいなんですけど、やっぱりそのアーティストがと政治は無関係かっていうテーマなんですね。ここでその呼びかけをしたのは、あのその原子科学美術祭の主催者で、その西原信也記念館で、あのやっていいですよ、一緒にやりましょうって言ってくれた杉原君っていうことで、彼は台湾とかにしょっちゅう行ってるので、台湾とか他の国の若い子たち、アーティストたちはもう政治のことなんかもう当たり前のようにね喋ってるのに、なんで日本だけねこんな風に政治について喋らないんだろうか、すごくおかしいっていうふうに思ってて、それが彼が問題提起して、まだその連続でやるって言ってて、まだ1回目なんですけど2時間ぐらいやって、それはなんかね、あの少しずつだけど動きがあるんじゃないかなと思いました。すいません、それ間違いないと思います。そちらの方みたいに主催されている方々の努力とですね、情勢の局面が変わってきているというか、要するに今台湾有事が本当に実態化したらですね、日本の国内の米軍基地を台湾の問題が起きて有事の時に米軍基地から米軍が発信していいのかどうかということをですね、
あの日本の自衛隊の防衛力なんかシミュレーションやってるじゃないですか。横田基地なんか眼前とあったらどうしようもできないと思ってたのか、あそこから対応できる時米軍が発進していくってこと、本当に起きたらどうするんだって話が今しなきゃいけないところに今来てるとしたら、これは我々にできますよね。しなきゃいけないというか、そういう局面だなと思いますね。するのかっていうんですか、平和だとか、憲法だとか、あまり日常の生活の中に言葉の中に出てこない、政治的な匂いがかなりするような問題、そういうものがあのだんだん自分たちの生活の身近なところに来ているなっていうのを感じたことがあります。それは、17日だったんですけれど、諏訪交響楽団の演奏会があったんです。で、私音楽はとても好きなもんですから、友人何人か誘って一緒に行こうって言ったんですね。で、フィンランディアをやったんですよ。で、会場でフィンランディアの、歌詞をね配られたんですね。で、その歌詞が配られるっていうことは全然知らなかったんですよ。そのプログラムにそういうの入ってませんからね。それフィンランディアをやるってことをしてたんですけど、そうしたら、今までの指揮者は浜さんという方だったそうですけど、今回は客演指揮みたいで通常じゃない方が、指揮をされたんですね。で、非常にユニークな明るい雰囲気で、トークを入れながら指揮をして、とても良かったんです。そしたら、その最初にフィンランディアを歌おう、皆さんで一緒に歌いましょうってなったんですね。で、そのフィンランディアの歌の歌詞がまた素晴らしいんですけど、まあ、必要だったら差し上げますけれど、その監督じゃ、あの指揮者がちゃんと、フィンランドのもうあそこは大変ないろんな歴史がありますけどね、北欧の方っていうのは、その辺をちょっとしながら、あの音楽と平和のことについて、とてもあの大事なことだと思う。で、音楽でその平和を表現していくっていう、そういうようなことをおっしゃって、私びっくりしたんですね。で、クラシックの方たちがみんなそういう思いはないっていうんじゃなくて、やっぱり思いがあってもそういう席上で表現をするっていうことに非常に制約のある、特に強い日本の中で、そのフィンランディアの歌をみんなで歌ったんですね。もう本当に感激しましたね。もう今までたくさんの演奏会行きましたけど、一体になったっていうんでしょうかね。それは一つ一つ沖縄のことだ、なんとかだっていうふうなあの思いは、あの満席になったか、あの聴衆の人たちと違うかもしれないんですけど、そのフィンランドの歌と指揮者の思いとみんなで歌ったっていう、そういうことがね、その後あの友人、一緒に行った友人たちとその話をしたんですけれど、ああみたいな感じなんですね。その敏感にそういう問題を感じ取るっていうのは、普段からやっぱりそういう意識っていうんでしょうかね、あ、平和というのは黙ってある、あのあるんじゃないんだ、第二次世界大戦があったんだ、今タモリさんがああいうふうに言った言葉があるんだとかね、そういう社会に起きてることをまあ、敏感に感じてるからこそ、その勇気のある指揮者の思いとね、というか私もそうですけど、もう私も頑張ってソプラノで歌ったんですが、とてもいい音楽がありました。それで、先ほどあちらの方からあの現地へ行くとかっていうお話があったんですが、なかなか現地へ行くっていうことができないんですけど、じゃあできない私の中で何ができるのかっていうことを、松坂さんがさっきおっしゃったように、もう政治を変えるしかない、自民党を変えるしかない、それでも2人でも自民党を落とすという、そのことを
を実際にやっていくっていうことのこと、そういうことができることが、その前に豊かにそういう平和のことを音楽を通してね発言されたあの音楽会に行けて私本当に良かったなと思って、これから自分のやれる、範疇のものも私たち増えましたけど、一緒にいた友人たちと手を組んで何かやりたいなと思っています。なかなかすいませんでした、失礼しました。山里節子さん、コロナが明けたので今年の6月23日戦争マラリアの日にはですね、いつもあの午前中に戦争マラリアの日で、集会をやるんですが、その日の午後は大なんですかね、交流会をやろうということで本土からの人が行ってですね、ものすごい大きな音楽の本当に宴をやってですね、一番最後は朝戸屋運太で締めくくったんですけども、朝戸屋運太を三振とか楽器抜きで合唱のみで、そもそもユンタなのでユンタクですよね、労働働く中で生まれた歌なのでそもそも楽器はなかった、だから歌から生まれた歌なんだということで歌で締めたんですが、すごい大合唱で終わったんですけど、今そのフィンランドの話と含めてちょっとつながりを感じたんですけども、私自身はできることは映画を作ってそれをみんなに見て皆さんに見ていただきたいの で私も行きますからということで、私これを生業としてませんので、あの今回の映画は1本1000円ですので、叩き売りじゃないんですけど、あのしかも上映券付きと言いまして、普段はこれは上映券というのを取ってるんです、皆さんね、で僕は上映券いりませんということで、その買っていただいた方は上映会何人からでもやっていただいて構いませんと、で私ももしよろしければ、まあ、首都圏だったら機材もできますということで交通費だけ出していただければ行きますよって話もしますからということでやってますので、もしよろしければ私もご活用いただければ、長野県内どこでも参りますので、あのよろしくお願いします。それちょっと気が小さくて何も言えないのでぜひまだご購入でない方ぜひよろしくお願いいたします。